コミッドナイト青春性交友ラジオ。さあそろそろ生きるか、大森聖子ミッドナイト青春性交友ラジオ。2週間もグダグダと、あれうまく喋れないよっていうのが続いてしまって申し訳ございません、2週間前のね、もう、聞いてみます、ちょっと聞いて、なんか編集で流そうかなと思うんですけども、マジでひどいんですよ。しかもなんか喋っちゃいけないことを喋らないようにしようと思って思うと、なんか弾き語りが100曲ちょうど終わったタイミングだったんですよ。この前2週間前に撮ろうと思っていたラジオがもうお休みしちゃったんですけど、だから弾き語りができなくて辛いってひたすら泣いてるんですよ。でそれがマジでしょうもなすぎて、ほんとこんなの放送したらマジこれこそぶっ飛ばれるみたいなラジオで弾き語りを歌わせていただくのが本当に本当に楽しかったです。ありがとうございました。毎日私買い物依存症なので、毎日服がねいっぱい、この昔同じ服でライブに出てたら、なんかピエール服買ってやるよって書かれたのがトラウマで、自分の服自分で買いたいしと思って、絶対一回も同じ服、同じ全体的に同じ服じゃなく、こうみんなの前に立とうと思って活動してたら、私結構こうみんなにまだ毎日ね会えていた時期は、本当に毎日ぐらい表に出る機会がをいただける仕事なので、結構っていうのを言い訳にたくさん買い物をしてしまいまして、服とかがねすごいいっぱいあるんですけど、それをこう曲に合わせてこんな曲がいいかなとかやって着るのがとても楽しかったです。おー楽しかったです。で、曲も、まだあんまりこう日の目を浴びてない曲とかもいっぱいあって、それを初めて聴いてもらえたりとかして、やっぱその日じゃないとこう作れない感じとか、この日っぽくメイクしようってやってると、すごい上手にメイクができるようになったし、本当に楽しかったです。ごめんなさい、でも撮らないともう間に合わない。楽しかったんです。だから、ね、ごめんなさい、あごめん。で私なんか自分のことしかそんなに考えてない時間ってないから、ないのにないんですよ。日々なんか人のためを、結構人のなんか自分のことしてる時間って仕事だから、仕事の時間じゃないですか、まあ、音楽のことしてる時間だから。で仕事ってこうなんか仕事のことを考えてこう順調に進む時間 でなんか私なんか仕事とプライベートのなんかメンタルのメンタルって言ったらまた誤解されるかもしれない、でもなんか逆だと思うんですよ多分人と。なんか仕事が平和すぎてなんかプライベートみたいな、わかりますか？なんか音楽作ってる時間もこのスタジオ作業とかでマスタリングもミックスも歌う時間もそうだし、がもう平和すぎて、なんか普通に自分のやりたいことだけと向き合って、でこの人がで人と関わるっていうのもこの人が作りたいもん、もうみんなプロフェッショナルだから、やっぱり関わる人ってこの人がやりたいことはこうかなこうかなっていうやり取りがもうスムーズすぎて、それをなんかやっぱりこう清い気持ちでやり合えるから、それでぶつかったとしてもぶつかり合うのすら楽しいっていうのがもう普通にできる仕事すぎて、 でも多分普通わかんないけど、なんかアーティストの人とかがそれで苦労しましたみたいなのインタビューとか見るたびに、なんかいいなーみたいな、私もこれを苦労って言いたいみたいな、いいなーみたいな、人のことを羨ましがるのは良くないですけど、自分で選んだ人生だから良くないけど、めっちゃ思うんですよ。なんかなんて安定した時間なんだろうって、自分の音楽してる時間に対してめちゃくちゃ思ってて、ね、なんか逆なんですね。他の時間がやっぱり挑戦だから、やっぱ、でもそれ、
なんかやったことあることをこうやっぱ30代以降続けていくとこう人生って縮小していくばかりだと思うんですよね。やっぱりそれをどううまくこなすかっていう風になっていっちゃうから、そうじゃなくてそれの深度を深めつつ新しいことに挑戦するっていうのがやっぱり自分はやっていきたいから、自分で好き好んでやってるいることなんだけれども、やっぱりそれって難しいことだから、ね、まあ、しかもね、こう茨の方に自分が進んでしまうというか、なんか人の無謀な助け手を、走ってもない助け手みたいなのを勝手に拾って勝手に首突っ込んでしまうみたいなところがやっぱりありがちだなって思うので、まあでもそれは自分の差がだから、自分でケツ持って自分で責任持っていきたいなって思っている次第であります。まあ何のことを喋ってるかわからないなかんない感じになってるんですけども、っていう感じで、そう、人のことなんですよ。だから自分の音楽の仕事のしていること、時間以外は人のために生きてるんですよ。まあそうじゃなくても普通にプライベートで家にいる時間、もちろん息子のために時間使うし、なんか、例えばでもネイルとか髪とかもするけど、それもなんか次の作品のためとかファンの人に楽しい、なるべく、まあ私がどんなに別に世の中的にブスでもそんなのは関係なくて、ファンの人は私のこと可愛いって思ってくれてるから、なるべく新しい可愛い自分を楽しんでもらいたいなっていう気持ちがやっぱり表に立つ人間としてあって、それを頑張ろうっていう気持ちでやってるから、だってなんか基本はなんかずっとなんかしてたい人だから、やっぱなんかじっと止まってる時間みたいなの苦手なんですよ。でもやっぱりその心のやり取りというか、次の作品に向けてのやり取りみたいなのをできるなんか美容師さんなり、こうネイリストさんなりに出会えたから、すごいなんか幸せにそういう作業もできるようになったけど、やっぱ何もしてない時間、だからそれを止まって待ってるだけの時間みたいなのすごい苦手なんですよ。でもそれ止まって待ってる時間じゃなくて、作っていく時間だって分かり合える、その仕事、それも仕事に、まあ結局仕事になってるってことなのかな。でもなんかそうプライベートみたいな時間ってなんかない1ミリもなくて、やっぱりなんか考えちゃってるし、ないですよ。ないでもみんなないでしょ、そんなのなくて、ね、なんかそれをなんか人のなんかやっぱでも埋まっちゃったらなんか新しいこれできるかもしれないみたいに考えたりとかしちゃうし、ね、なんかね、なんか意外にそうなんですよ、自分って。でもそれは別になんか人に私ってこうなんですよって言う必要ないと思ってたから、多分そういう人間だと思われてないと思うんですけど、本当にそうなんですよ。でもなんか別に自分がどう思われてもいいから、なんか全然誰も心理に届かないな、どのパターンの憶測も私の心理に届いてないし、何も真実じゃないなって思っても別に誤解解こうとももう思わないし、別にどう思われても OK って感じで、でも音楽ではずっと本当のことを言ってきたつもりだから、でも本当のことっていうのは本当なんか単純じゃないから、その反語とかになってるし、ストップザミュージックは音楽を止めろっていう意味だけじゃないのなんて当たり前だと思うし、音楽止めてっていう時に止まらないでって気持ちが含まれてるのなんて当たり前だと思うし、そういうのをね、なんかね、考えるのが芸術じゃないですか。自分と向き合うためのものが音楽だったり、なんか絵だったりとか、現実だったりするじゃないですか。それを私は作っているだけであって、なんかやっぱり自分と向き合うための鏡をずっと、質のいい鏡を作っているっていう認識が自分の芸術とか、なんか物を作るときに対してすごくあるから、それをなんか、どのような人が聞いてくれるかみたいなところを、やっぱりずっと考えていて、でも私は今までなんかメジャーデビューして売れなきゃっていうのがあって、こんな感じかなっていうのを本当になんか自分を売り込むっていうよりは、なんか、どんな人に伝わればいいだろうみたいなのを、いろんな人に伝えるためにいろんな手数でいろんな音でこう固定せずにやることによって、こうなんか自分をプレゼンするために自分を固定するっていうのをせずにやってきたから、逆にそれが売れなくなってたっていうのがなんか自分の中の認識としてあるんですけど、もうなんかそれをなんか、まあ、一個のこれは売れるよっていうやっぱりグループを作れたっていうのがあって、そこにこうかければいいやみたいな、なんだろう一見なんか映えてるようなものはそこに
分かりやすいものはそっちに置いて、こうもっともっと訴えかけて、もっともっと考えようぜっていうことを、もっともっと奥の方に行けるものはもう大森聖子っていうものにかけようっていう風に思えるようになったから、なんかすごい去年ぐらいからはすごい自分の新曲とかに対してなんかあの好きみたいなものを今までずっと作ってて、好きっていうのは分かりやすさなんですけど、こう分かりやすい部分とかいう部分をもう全くなしにして、本当に一番つながるためのフックになる材料しかもうなんか自分大森聖子には込めないでいいようになったので、なんかめっちゃ本当に好きな曲しか、まあ別に好きは好きなんだけど全部好きなんですよ。そのなんか一番表面の当たり障りいい部分でかっこいいものっていうものもめっちゃ好きだし、ただただ可愛いものっていうのも好きだし、もうでも私の可愛いは本当になんか誰にも分かってたまるかっていうものが可愛いだから、なんか誰にも私は可愛くないと思ってきてきたから、そのなんか可愛くないけど可愛くないから持ってちゃいけないじゃないですか、可愛いものって。でもそれを捨てられなかったものをこう曲にしてるから、そんなに可愛くないからもう表面に出さずに内面でずっとずっと磨いてきた、大事にしてきた宝物を私は曲にしてるから、私の可愛いってこんなにキラキラしてるわけじゃないですか。それをこうなんかどんなに映えに使われても別にもう OK って思うんですよ。それはもうだって嬉しいじゃないですか。だから私がどんなにこう私自身が出たら TikTok でボロクソに叩かれても全員映えるのに私の曲は使ってるわけじゃないですか。相当バズってますからね、私の楽曲 TikTok で、ね、だからそういう風に使えてもさ OK なんですよ。でもだから絶対に私はもう自分を晒してやろうと思って、修正とかなしでこうなんか自分の言葉も自分の顔もなんか加工せずに、なんかリズムもあの変わるじゃないですか、 TikTok でリズムも変えずに自分自身で出て堂々と叩かれてやろうと思って、コメントも絶対に消さないし、もうわざとアンチコメント垂れ流す表示にしてます TikTok で。なのでなんかそういうなんかとことかも分かんないと思うんだよね。なんか分かでも説明しないと分かんないっていうことがなんか辛くて、説明したら分かるっていうのも説明なんかもうしたくなくて、本当にまあラジオだから喋るっていうのはあるけど、説明はできる限りしたくないよ。だって陳腐になるんだもん。だってそんな陳腐なところで私はやってないから、本当に分かってくれる人は分かってくれると思って音楽に全部込めてるから、説明してっていう人は私の曲全部聴けば分かるだけの話だから、まあっていうかまあ全部書いてるんだけどね、あの全部あの書いてるんだけどなっていう感じなんですよ。なんか読めば分かることにしか真理はないと思ってて、もうなんか一番表に出てる文章だけでいつも真理は全部分かってもらえるように生きてきたはずだけど、でもそれで分からないんだったら、でもなんか私はすごいなんかあの なんて言うんですか、検証みたいな YouTuber の人のやつをなんか初めて見て、あなんかこれだけ説明されて、これだけなんか解説されて、これだけ暴かれないと分からないようになってるんだなっていうのに、結構なんか衝撃を受けました。びっくりしました。ショック、なんかあそうだったんだみたいな、そんなもうもっとこう一つの好きじゃないって言われて、あ好きじゃないんだって思わなくないっていう、そういうのってそういう肌感とかってもうないのかなって思って結構びっくりします。どういう世界で生きていってるのかをもっとなんか知らなきゃいけないなって思ったんですけど、でもなんか本当に全然誰も信じてくれなくていいんだけど、なんか私は多分みんなが全く想像してないくらい鬼のように優しくすぎて頭おかしいくらいのこともしてるんだけど、どう考えても何の利益もなくてお金とかも時間も死ぬほど使って助けてって言われたら助けてしまうような、でも言われなくても聞こえるし、押しつけられたら引きつけられるし引きつけしちゃうし、そうやってやばい人の環境を自分のやり方で整えてもその人が生きてきた環境なんてどうにもならなくて、結局元彼だろうが女の子だろうが
ろうがおっさんだろうがオタクだろうが、もう毎度どうにもならなかった気もするし、どうにかなった気もするし、でも一日話さないと大体もう元に戻ってしまうのは、あれはなんかの魔法なんでしょうか。クラブチッタに行くたびに札束を持ってトイレに駆け抜けるゾンビのことを思い出す、そして笑う、バカにしてないし恨んでない悲しんでない、ただ今まで生きてきたことは全部笑う、そう決めてるから笑う、そうするだけである。まあゾンビに噛まれなければ昨日までは大丈夫だった、昨日までは正常だった、昨日までお休みのラインまでしっかりしていた、昨日はシラフだった、昨日は生きていた、なのに死んでしまった人だって殺してしまった人だって何人もいるんだよ。実際にそうじゃない方向に必死で手を取り合ってきたつもりだったのに、ごめんな、本当に平気で嘘をつく人は本気で嘘をつくって気がついていないのか、もうわからないほどに嘘をつかれることにも何とも思わなくなってしまった。また金が欲しいのかな、また愛が欲しいのかな、まあそれに動揺できるほど平和ボケももうしてないし、ごめんな、もう誰なんだろう俺。音楽でやり取りしてきた人はそんな浅いところじゃないやり取りをしてきたから、そりゃそうなんだよ、信者じゃないんだよ誰も。偶像崇拝は嫌いだから私は実像だと叫び続けてきたんだ。それで誰かの理想を裏切ってしまってもこれが私の実像だからと言ってしまってきたんだよ。もうやめようかと思っているよ。高校時代から脳内を整理するために続けてきたブログも時系列を変えて切り出せないと解釈を歪まされるのなら、もうやめるしかないなと分かりましたよ。すいませんでした、本当にブログ病だけは本当に私がやって悪かったと認めています。本当にもちろん認めています。悪くても仕方なかったことってあるから、反省しても後悔はしないけど人生のスタンスがそれなんで本当に申し訳ないですけど、反省はしている。しかし時代ですよね、文章って文脈の方が大切で、そこに込めたものを読み取るためのものだと思っていました。言葉を切り刻んで、自分に都合のいい解釈で生きていけるネオ SNS ユーザーは、ネオ SNS ユーザーは究極の楽観視というドラッグを身につけてあへあへ楽しそうで、俺は俺の音楽をボート沈める玉になんかしたくないなと、それでもどうにかしたいなと、音楽しかする暇ねえんだよなと絶望しているのが今なのでした。だからとにかく私やらなきゃいけないこといっぱいあって、他の人が何頑張るのか知らんけど、基本私の頑張りのみで結果に反映されていくシステムに実際になってしまっているので、ここからどう当たり障りのないことをこうように生きていくのかと思いますし、当たり障りのない大人になりますよ、すいませんねと思ってますし、当たり障りのない自分をどう当たり障りなくできて偉いねって、そこはちょっと言ってほしいなって思ってますし、こっから本当にそういうスタンスになります。すいませんけど曲とステージとラジオ以外ではね、大事なのは本当に音楽だからこそ、そこに向ける魂が清いか汚れているか、私が一緒にいたいかどうかって、それだけでしかないんですよ。そんなこと散々言葉で言ったところで誰にも伝わらなかったし、伝わらなくていいと思うんですけど、だって大事なものが違うのは当たり前ってことぐらい俺も分かってるんですよ。どうして数ある憶測一つも真に届いてくれないのなら虚しい、伝わらないのならばそれで全然 OK なのだけど、ちょっとでも分かってくれる人がいたら、ちょっとだけ地に足をつけることは諦めずに進むなって祈ってしまうんだよな。でも諦めないともう生きていけないので、ありがとう地獄を照らせば照らそうと、その地獄のディテールが鮮やかにまざまざと、おしまいの始まりの始まり、これはブラックセコリンだったので全部フィクションのお話でございます。はい、というわけでね、まあ今回もこのスピード感で、セイコリンお送りいたしておりますですが、皆さん元気にお過ごしでしたでしょうか。まあそろそろね、普通のこのフィクション、今まではもう全部フィクションの話なので、まあフィクションじゃない部分にノンフィクション部分に行こう。もうノンフィクション部分っていうと、私最近ディズニーランドのチケットそうですね、私チェキ取ってたじゃないですか、お休み弾き語りチェキ、あれ転売しないでくださいね、お休み弾き語りチェキっていうのをですね、お休み弾き語りっていうのをツイッターで、まあ、100日間ね、毎晩毎晩上げ続けですね、でそれをまあなんかその曲、その日に弾いた曲っぽいチェキを取ってデコってでみたいなのをやってたんですよ。それを1日ね、まあ、30から100枚ぐらいですかね、の単位でチェキをね取ってたんですよね。でその取って、まあその書いてる時間で、まあその書いたりシール貼ったりする時間なんですけどあって、まあその時間が意外にこうなんか思考を整理したりとか、今まで諦めてたぼーっとテレビを見るとか、まあ見てもないんだけど、まあ、一応つけてるみたいな時間にできてて、で、その時間を使って私、ディズニーランドのチケットを、そのつながりにくいと言われてた時に、一生懸命その取ったんですよ。これもう本当にチェキを買ってくれるみんなのおかげで取れた、私のディズニーランドのチケットが。というのも、まあ、本当に息子がもうずっとなんか、まあ、
菌がいるからお出かけできないよっていうので、もうなんか菌が菌嫌いみたいな、菌やっつけたいみたいな感じでずっと言ってたんですけど、でそれでもうディズニーに本当に行きたがってたんですよ。でもディズニーの夢ばっかり見てて、いつも朝もいろんなもうミッキーとなんか生きてやること全部やってたと思う。なんかミッキーが出てきたけど嫌な夢だったよとか、今日はミッキーとご飯食べる夢見てよとか、ミッキーとパーティー行ったよとか、ミッキーと保育園行ったよとか、もうなんか多分夢操作できるんですよ私の息子が。でもなんかおやすみって言ってこう手繋いで見て、今日もミッキーの夢見ようとか言ってもう絶対ミッキーの夢見るって言って、朝起きたらママ今日ミッキーの夢見てよみたいな、でなんか今日はママと一緒にミッキーに会いに行ったよとか、もうなんか毎日違うディテールのミッキーの夢を見てるんですよっていうぐらい、本当になんかディズニーランドにめっちゃ行きたがってて、しかもなんかちょうどもう私の息子102センチになったらもう大概全部の乗り物乗れるんですよディズニーランド。でまあそれでやったーって言って、まあ、行って、でこうオープン再オープンみたいになってからなんか1週間立ったかなぐらいで行ったんですよ。でそのなんか、まあ、どんな感じなのかなと思って、まあ、人少ないっていうのは聞いてたしすごい楽しみにして入ったら、なんかもうすごい拍手で迎え入れられて、なんかチケットがなんか入れる時間が決まってるんですよ。で私はなんか結構遅い方のなんか2時ぐらいに入る時間のチケットだって、でその時間じゃないと入れないですよみたいなチケットになってるから、そのなんか拍手でめっちゃ迎え入れてくれるんですよ。でもなんか1メートル間隔かな、なんか間隔置きにこうなんか人、なんかお店の人じゃない、いやディズニーの人、オリエンタルランドの人がこう並んでて、でなんかまあ見るからにもうめっちゃバイトって感じじゃないんですよ。バイトの人がいるのか分かんないけど、なんかずっといる偉い人だろうなみたいな人とかもがもうずっとディズニーに関わってんじゃないのかみたいな、結構なんか年配の方もいらっしゃったりとかが、もうずっとすごい笑顔でようこそみたいな感じで迎え入れてくれて、それがもうなんか人力ハンドメイド感っていうか、それにめちゃくちゃ感動して、もうなんか涙出ちゃって、私初めてディズニーで泣いたんですよ。なんか結構夫とかはなんかあのシンデレラ城のマッピングとか見て泣くタイプなんで、なんかそう感動する、これで感動できない人人間じゃないよねって言われて、ああそうかそうだねとかってなんか言ってたことあったんですけど、なんか言ってたんですけど、私なんか初めてそれなんかそういうの時では泣かなかったんですけど、そうなんかもうみんなで拍手でようこそって言って、もう盛り上げるぞってやってる、なんか人間がやってるのがもうめちゃめちゃ好きで、もう号泣しちゃって入った瞬間に、なんて素敵なんだろうと思って、でなんかダンボに乗ったんですよ。ダンボってこうなんか子供が乗るようなやつなんですけど、今、まあ、うちの息子も乗りたいって言って乗ったんですけど、でなんかそのお姉さんが多分久しぶりにそのなんか整列みたいなのをやるんだったんですよ。でそのなんかやり方をこうまだ身に染みてないみたいな、まあね、できるじゃないですか、言ってもなんか流れ作業じゃないけど、なんかもうこうやるんだみたいな、こう身に入ってたら別になんか力抜いてできるじゃない、力抜いてっていうのもあれですね、なんていうか、もう私のライブみたいな感じでこうなんか自然にできちゃうみたいな、自然に心を込めてできるじゃないですか。でなんかそれをがなんかちょっと待ってね、思い出すから、次の方ピンクにみたいな、なんかピンクの銅像になってないみたいな、なんか一回なんかちょっと待ってね、思い出すからって言ったんですよそのお姉さんが。ねえ、まあ、でも30後半ぐらいかな、のお姉さんが言ってるのを見てめっちゃいいと思って、こう喋りながらまた泣きそうで、こういうなんか自分が感動した話しながら泣きそうになるのよくないですよねダサくて本当になんかそれにもめっちゃ感動して思い出そうとしてるんですよその感覚を。それもなんか分かりますか、まあ、とにかくめっちゃディズニー良かったっていう話なんですよね。なんか今まで行ったディズニーで一番好きでした私、もうこの前行ったディズニーが。なんで、まあ、みんなのねそのチェキを
チェキをこう作ってる時間に叩き続けたおかげでチケットが取れたから、まあ、本当にお宅に取ってもらったチケットと思って行きました、家族で。だから皆さんありがとうございますっていう話でした。 GoTo 大森聖子、大森聖子ミッドナイト成人聖子ラジオ、新曲シンガーソングライターエアラジオで公開されましたね。ソナーミュージックさんでアッコゴリラさんがね熱弁してくださって、アッコゴリラさんもなんかいつもなんかファンなのかな、ファンなのかなとか言って私のこと好きなのかなアッコゴリラさん私のこと好きなのかなでもアッコゴリラさんはなんかなんで言わないのか分かんないっていうか、別に言う機会ないっていうか、そんなこと言う必要ないと思ってるからだと思うんですけど、めちゃくちゃ2008年ぐらいにはもう知り合いですよ、アッコゴリラさん。でも音楽始めただいぶ初期に会ってます。なんかバンドをなんかエビのお寿司お姉さんっていうバンドがあって、でそのバンドがなんかまあ2人がで、なんかそのバンドは私結構なんかまあ好きなバンド目に行ってたら出てる女の子2人組みたいな感じで、私まだバンド組めてない時からその2人組を見てて、でなんかかっこいいな女の子2人でバンドなんてと思って結構見てたんですよ。でまあなんか対バン、もうなんか好きな感じの対バンに出てたりとかしてたから、めっちゃ普通にお客さんとして見に行ったりとかしてて、でその2人組が別れて、1人がバンドじゃないもんの初期メンバーに美佐子ちゃんと一緒になって、でもう1人はそのハッピーバースデーっていうユニットバンドを組んだんですよ。でそのもう組んだのがアッコゴリラさんだったんですよ。そのキーちゃんっていう子だったんですけど、エビのお寿司お姉さんのボーカルがこの子と新しいバンド組んだんですって言ったのがアッコゴリラさんだって。もうそれでなんか無力無前事っていうところで、もう私も一人で弾き語りしてて、なんかそこで初めて話したの覚えてますね。なんか、じゃあ頑張ってくださいみたいな、なんかむしろなんか私ベースしたりとかしましょうかみたいな、なんかそのアッコゴリラさんがドラムでキーちゃんボーカルだったから、ベースしたりとかしますかみたいな、いや大森さんは自分のことやってくださいってすごい二人に言われたのをめっちゃ覚えてるんですよ。で、まあ、そりゃそうだと思って私は私のこと頑張ろうと思って、だからなんかこうやってそれで続けてきて、もう10年以上経ってるのに、こうやって知らん人のふり、知らん人のふりではないけど、まあだからすごい知ってくれてるんだなって思う曲解説とかをね、そんなんかしてくれてるじゃないですか。で、アッコゴリラさん、なんか覚醒したじゃないですか。まあ私も覚醒してるって人に思われてるのかもしれないけど、アッコゴリラさん明らかになんかやっぱソロになって、あ、ソロの人だったんだみたいな覚醒がもうめちゃめちゃすごいじゃないですか。だってもうほぼほぼフワちゃんになるべき存在だった人っていうか、もうそのルートがある人でしょこれから。だからでもまあまあね、カルチャー詳しいからな、アッコゴリラさん。でまあそれででもどんどんねこう音楽的な方向でこう、まあ、知識もあって表現力もあってバカ明るくてっていうのを続けていってて、めちゃめちゃかっこいいし、その時に出会えた人とこうやって仕事で、ま、一緒になってないのに、なんかやっぱりそうラジオ番組持っててくれて、私の曲をかけてくれて熱弁してくれて支えてくれてるっていうところで、めちゃめちゃなんか感謝以上の喜びをめっちゃアッコゴリラさんには感じてて、ね、感じてますそうなんですなので、まあね、嬉しいですよ嬉しいですよ。私、まあ、私もね、そのよく言われるんですよ、もうラッパーだったらどうだっただろうかみたいなことをすごい言われるんですけど、
言われるんですよ。ラッパーだったとしても大森聖子は成功できたんだろうかみたいなことをね、結構なんかいろんな人に言われたりとかするんですけど、私は単純にあの喋るのが早口なだけなので、ラップというあのカルチャーをあまり理解、でも世代っちゃ世代なんだよな、 その世代だからな。あのもう本当にクラスメートがあのジャニーズの人を好きっていうのと同じ感覚でマジジブラガチ恋みたいなあの世代なんですよ。ジブラの歌詞ノートにの表紙に書いてるの書いてる人がいたみたいな、そのクラスメートの女の子に、結構仲いい女の子にタグッチっていう女の子がマジずっとジブラの歌詞を全部のノートのいろんな曲の歌詞をの表紙が全部ジブラの歌詞だった子がいたような世代だよだよとか言って、だからまずなんかあるのかもね、染みついてるのかもね、わかんないけど。ジブラ呼び捨てちゃダメ。でもその中だってジャニーズのさメンバーさ、あでもくん付けするかわかんないけど、やっぱそれなのよ、もうスターを呼ぶ感じなのよ。だからさん付けじゃない、いないんよもう。だからジブラガチ恋みたいな話になっちゃうから。でもジブラさんよね、私は今音楽家だから、ジブラさんの歌詞をそんな書いてる人がいたような世代だから、まあそんなか、まあそうなのかもねって思いつつも、でも多分私はただ早口なだけで、多分その早口に合わせて自分の楽曲の中でセリフを入れるからすごい早口ラップみたいな感じになってるのかもしれないね、かもしれないねとか言って、すごい、もう久しぶりだから結構喋れてる感じがしないな、するな、しないな、いやするんよ、喋れてる感じはするんよ、喋れてる感じはするけど、喋れてる感じってこう人と会話してる感じとまた違うじゃない、だからどうなんだっていう感じよ今。でももう絶対カットして、もうカットしようと思ったらもう息継ぎとか全部カットして気持ち悪い感じになっちゃうから、もうカットするのはもうやめたいよ私ラジオの。まあでもみんなと久しぶりにこうやってね、あのミッドナイト清純寺こういうラジオでお会いすることができてね、非常に嬉しいですよ、ただただ嬉しい、嬉しいしかない。最近めっちゃもうなんか太ったんだよね。太ったよ、もうどうでもいいでしょ、人が太った痩せたの話し、ほんとどうでもいい話はないよだって。でもね太ったんよ。太ったのだってもう食べないと癒されないんだもん、なんかもうストレスがさ、食べることによってさ、やっぱりさふうってなるじゃん、美味しいものって。だからね太っちゃった。しかも元にね戻すね機会がね、やっぱねみんなにの前に現れないとねないからね、やばいよ。やっぱこの前さ生配信やったじゃない、ライブの生配信見てくれましたか？見たよ見たよ見た見た、聞いてたよ、声枯れてたね。いやうるさいよ、ごめんよ、ちょ楽しすぎたんよ、楽しすぎたからちょっと。いや配信の方がさ、いややっぱ 生のさライブでその場にいたらさ、エネルギーだけでさ伝えられる、エネルギーのが伝えられる部分がさあるんだけどさ、配信はもうちょっと丁寧にしないとさいけないっていうところを分かりつつさ、エネルギーで押し切る楽しいライブをしてしまったよ。申し訳ないよ本当に。でもめちゃくちゃ楽しかったね、もう楽しかったしか言えなくて申し訳ないけど。でその次の日にあのまあ、その映像をさこうなんか見たりとか して、でその次の日にまたあのプレイバックラストイヤーっていうね、去年のライブを振り返ようっていうあの配信をね、まあ、1ヶ月に1回ぐらいやってるんですが、それをこうバンドメンバーのケンギターのケンジとギターのあーちゃんと一緒にやったんだけど、なんかやっぱ去年のライブはもう47都道府県回ってるライブだから、もうすごいなんかもう研ぎ澄まされてて、もうシュッとしてたんよ、顔とかも、もう本当に邪念のない顔してて、やっぱりなんかこの前はもう久しぶりに、しかもなんかリハ入ってないんよ、リハ入らずにやったんよ、そんな配信だからそんなお金ないから実際にライブやるよりやっぱお金なかったから、
リハの日程がなくって、その日のリハーサル、うん、なんか別で練習するリハーサルの日があるとかじゃなくて、もうその日に通して練習してライブするみたいな感じでやっちゃったから、もう本当にもう久しぶりのバンドだったんよみんな。だからもう邪念がすごくて、もうみんななんか顔が邪念の顔してたっていうかむくみとかもひどいし、全員むくんでたねやっぱりちょっと、なんか別に太ってたとかじゃなくて、なんかやっぱ邪念でむくむんよ人って顔がなんて思ってでやっぱ邪念がライブ続けていくとなくなって、なんかスッとしてるんよっていうのをね、去年のライブ見て思って、もうなんか早くねこの邪念をねライブしてね振り払うことができればいいのにね、ライブがまだできないね。うん、もう配信もうちょっとできるといいんだけどな。配信も配信でもね大変、お金とかも大変かかったりとかするからな。でもそれでもね配信できる環境をね与えてくださってね、オンラインフェスとかもね結構あったりとか、環境を与えてくださってる方にも本当感謝しかないですよ。もうね、あのビバラロックのやつ、ビバラロックオンラインですか、あれもう絶対見てほしい。もう、うん、私歌ね好きなんだよねって思うよ。あ、じゃあビバラロックのあのあれですよ、リハーサルの様子を今から皆さんに見ていただこうと思います。それではどうぞ。全部伝わらないよ、もどかしい、無茶をしてない、いけない、痛そうの先を見てくれ、私と行こう、この世の果てまで、ファミリー、
跡を蹴散らして世界の終わりなんて僕たちもたっくり見たことあったんだ。ご覧いただいたのは、自由自歌という編成でシュガービーンズさんがピアノ鍵盤を弾いていて私が歌を歌っている、ファミリーネームのあのサーモグラフィーみたいなのになったファミリーネームの映像をみんな見てくださったと思うんですけど、ファミリーネームと死神の映像でした。はい、もうみんなねこれをラジオ聞いてくださってる方はさすがにねあの死神の歌詞ぐらい知ってるよっていう方が多いと思うんですけれども、あ、見ていただきましてありがとうございますよっていうか私あのシンガーソングライターをみんなに聞いてもらってシンガーソングライターどうでしたかっていう感想のを見ながらの話をしようと思ってたのにアッコゴリラさんの話をして満足しちゃってましたね。それで今あのファミリーネームともう死神を流してしまったからもうシンガーソングライターの余韻などもあれですよ、どこ吹く風、どこ吹く風の意味全く合ってないですねもうはい、もうとにかく、ね、私シンガーソングライターの感想をみんなに言ってもらってるのをね、すごいみんなこんなに伝わるんだみたいな、別に伝わらなくていい、もうおかしくないかなぐらいの深度で作ってるんですよ今金継ぎっていうアルバム12月に出る予定なんですけど作っててるから、あ、こんなに伝わるんだみたいな、みんなこんなに分かってくれてんだみたいな、もうなんかファン舐めちゃダメだよね本当にね、すごくないって思いました。あのアレンジャーはねもうなんかもうあファミリーネームと死神と同じ方ですね、アレンジャー鈴木くん、アンカー鈴木くんなんですけれどもね、めちゃめちゃいいでしょこれ。みんなの感想読んでいこうかな。でもみんな優しく包まれる感みたいなこと、心を乱してるけど優しく包まれる感みたいなことを、優しい声みたいなのが多いですね感想で。うん、誰にも響いてほしくない、自分だけで分かってほしい、自分だけに分かればいい、そんな気持ちに共感する、するな、これは聖子ちゃんの心なんだってなる。でもやっぱり聖子ちゃんの作るとぶっ刺さって泣いてしまう、いいね、刺さる音楽なんて聞くな、でもやっぱり刺さっちゃうんだよ、いいね、それそれその感想よ、私の言った歌詞と逆を思うというのがいいのよ、素晴らしい、ああ本当にいいな。今は家だけど街中で聞いたらまた全然違う聞こえ方になりそうね、え、そう違う、もう日によってね、聞く場所によって、聞く人によって、聞く時間によって違うからいいんだよね音楽はね。絶望を超えた先の輝きみたいなアレンジだったな。弾き語り音源、バンド、ライブパフォーマンスでどんな刺さり方が変容していくのかが楽しみ。うん、新しい世界を見せてもらった。塞ぎ込んでも聞こえてくる、いやみんなすごいな。一見絶望や突き放しに聞こえる言葉が散りばめられているのに、本当は誰よりも誰しも包み込める優しさがある大森さんは、ちゃんと目の前にあるその人が自覚すらしていない自我にも語りかけている。書ききれない、予想外の音でよかった、ドキドキするし胸がいっぱいになる。あ、自由自家編成はバチハマりだろうし、絶対真っ赤なオケ編成でも聞きたい。いやありがとうございますしかないね。両手を広げて迎え入れてくれるみたいなアレンジ、マジでどの映画の広告よりいい感想ばっかりだわ。というわけで聞いていただきましょうってなりたいくだりですけど、これどうしよう、かけていいのかな、ちょっとだけかけちゃおうかな、ラジオっぽくかけちゃおうかな。普通でもこう1番じゃん、もう2番かけちゃおうかな、じゃあラジオって1番だから私2番かけちゃおうかしらじゃあ聞いてください、大森聖子で新曲シンガーソングライター。
というわけで、うん、噛んじゃった。お聞きいただいたのは、大森聖子の新曲、シンガーソングライターでした。はい。まあ、そろそろ、今週も終わりにしようかと思います。まあ、最近、まあ、ほぼほぼ英語さとか、本当にほぼほぼインターネットいじってなくて、久しぶりに、もうなんか、インターネットをしてる時間、全部漫画読んだら意外に漫画読む時間できるんじゃないかと思って、ずっと漫画が読みたかったんですけど、私漫画すごい好きなんで、でも漫画を読むとこうなんかもうずっと没頭しちゃって、しかも私もう本当に完結するまで読まないとなんかもう耐えられないんですよ。なんか次のもうなんか感が出るのを待つ時間がもううーってなっちゃうんで、できれば完結してる作品を読みたいみたいな、は読みたい派ぐらいこうバーって没頭しちゃうんで、やばいと思ってあんま読まない、好きすぎてあんまり読まないようにしてるんですけど、まあもういい加減マジで読みたいと思って、ずっと漫画読みたい漫画読みたいって思ってたのも活動をやっとちょっと時間が、インターネットする時間全部漫画に注いでいけばなんかできるんじゃねってなって、まあ実際今読めてるんですけど、でもまあ大体こうちょっとヤクザ漫画っていうかばっか読んでるんですけど、はい。でもそういう気分じゃないとね、やってらんない感じなんで、最近そういうの、まあ読んでます。で、まあそれで、まああんまりエゴサとかしないんですけど、まあたまにこう、さささっと、もう最近どのぐらい荒れてるかなみたいな感じするんですけど、今まではマジで、昔は本当に逆だったんですけど、大森さんっていうのでサーチすると、まあ、他の大森さんもいっぱい出てくるんですけど、なんか聖子ちゃんとかの方がめっちゃ感がなんか嫌なこと言われてるのが引っかかるんですよ。嫌なこと言われてるっていうのが嫌なことっていうか、嫌なこと言うなってわけじゃないんですよ。でも私が嫌だなって思うようなことが結構、なんか聖子ちゃんって検索した方が出てくるようになって、大森さんって検索したら誰も嫌なこと書いてない、でも自分のじゃないことの方が出てくるけど、でもで出てくる自分のことは全然嫌なことじゃないんで、なんか大森さんって言ってくれる人を信用しよう気か結構マジ人間不信になるかと思ったからな。でも結構やっぱりさすがにこの前なんかもうやばいと思って、なんか お祓いに行ったんですよ。なんか私のなんか今住んでる家の引っ越した方位みたいなのが、まあ、5年前に引っ越したんですけど、子供を産む時に引っ越したんですけど、その方角がなんか結構前の家からなんか引っ越しの方角って結構あるじゃないですか。それがなんかまああんまり良くない年に引っ越しちゃったっぽくて、それがなんか人の面倒を見すぎるけど、まあ昇進とか出世とかはするみたいな方角だったっぽいんですよ。で、まあ、その方角当たってるじゃないですか、それが5年前ってことは結構当たってんなと思ってっていう占いで言われたんで、占い師さんに言われたんで、占い師っていうかまあ方角見るみたいな人に言われたんで、あ本当に超当たってんじゃんと思って、でまあそれの方角だから方位よけみたいなのをしに行こうと思ってこう行ったんですよ。でその方位よけに行って、でなんか私結構なんかまあ、仏教みんな仏教かな、わかんないけど、おじいちゃん家がなんか毎日お経を読んでる、毎日仏壇に手を合わせてお経を読んでるみたいなお家だったんですよ、自分の父方のおじいちゃんが。 で結構なんかお経をよ覚えてて、まあ、その空で言えるほどではないんですけど、こうなんか本読んだらスラスラ読めるみたいな、で結構ところあギターなちょっとところどころこう暗記してるぐらいの感じで覚えてるんですけど、なんでそのなんか方位をしてもらうときに、で私が行ったその大きい神社かな、神社かな、寺でも神社だと思うんですけど違い分かってなくてごめんなさい。でもここに行くといいよって言われてるところに行って、でお祓いしてもらったんですよ。でその時に、まあ、読むじゃないですか。でそれがなんかまずそのお経を読む時に一緒に太鼓が叩かれてリズムがめっちゃ良かったんですよ。ではなんかラップっぽいなとか思いながら、もしかしてでも私の弾き語りって結構なんかお経みたいな感じなのかなみたいな、お経と同じリズム感かもしれない、ね、なんか日本のそういう時の太鼓でダン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 
ダーンってなるじゃないですか。で、なんか私の弾き語りって、そのなんか BPM がずっと一定っていうより、なんかその太鼓に、和太鼓わかんないけど、その太鼓に似てんなって思いながら、とかいろいろ考えながら聞いてて、で、でもなんかそこの、なんか私がなんかその役除けをやってもらったところは、なんかもう本当になんか、仏説マーカーハンニョーホロミーだって同じピッチで続けてたんですよ。でもうちのおじいちゃんは、なんかずっと、そう、なんかおじいちゃんのことがやっぱ、まあ、四天王、おじいちゃんおばあちゃんの四天王も全部亡くなっちゃったんですけど、しかも去年3人死んじゃったんですよ。おじいちゃんおばあちゃんが去年亡くなっちゃったんですけど、で、なんかそう、でもなんか最後までね、去年まで3人残ってたんですけど、で、四天王が亡くなっちゃって、で、そのおじいちゃんおばあちゃんのと一緒にそのお経をさ読んでたわけなんですよ。その土曜日がその習字、おばあちゃんが習字の先生だって、書道の先生だって、私おばあちゃんに書道を習ってたん で、そのおばあちゃん家にその土曜日に行くっていうのが子供の時の習慣だって、で、そんななんか土曜日にそのおばあちゃん家行って書道をやって、書道の授業を受けてセーラームーン見て、で、その後お経をちゃんと仏壇に上がってお経を読んで、その後ご飯食べて帰るみたいなのが、なんか土曜日の恒例みたいな感じだったんですよ。私が香川県に住んでた時にそれが恒例だったんですけど、で、その時にあのうちのおじいちゃんのイントネーションが、仏説マーカーハンニョーハラミタ、仏説マーカーハンニョーハラミタみたいな、なんか全部イントネーションついてたんですよ。今日言った時は仏説マーカーハンニョーハラミタ、うちおじいちゃん仏説マーカーハンニョーハラミタみたいな、で、それはなんか、まあ、週に派によって違うのか、うちのおじいちゃんが癖があったのか、どっちなんだろうとか、くだらないことをずっと考えてたっていう、どうでもいい話なんですけど。だからなんか、でもなんか多分ね、そういう系の、そういうことをやるおうちの人はいらっしゃるじゃないですか、ファンの方でも。だから聞きたいです。なんかイントネーションが結構違うのかな、みたいな。ナム大臣上皇后みたいな。ナム大臣返上今後、ナム大臣返上今後だったんですよ、今日行ったところは。でもなんか、おじいちゃん、ナム大臣返上今後、ナム大臣返上今後、ナム大臣返上今後、ナム大臣返上って、上から入って下から入って、上から入って下から入って、みたいな、だったんですよ。そのイントネーションが結構、癖が強いみたいなのがあったから、なんか、責任になります。それを教えてほしいです。あと、前のテーマ聞いたんですよ。それはなんかパンツがどうこうみたいなテーマ聞いてましたね。昔もパンツの話はもういいや。何人かそのね、どうしたってさんとかパンツのについての長い DM くれてたんで、でもそれ探すのがちょっとめんどくさがっちゃった。なんで、まあメッセージは、まあ今週はごめんなさいしようかなって思います。まあ、毎回ごめんなさいしまくってるから、もうみんな驚きもしないですよね、もう。どうぞ、ね、まあ、このラジオは、ね、結構好き放題喋りたいっていうのをテーマにやってて、で、今後は好き放題喋れないよっていう活動スタンスになっていかざるを得ないところが出てくるかもしれないんですけど、でもこのラジオは好き放題自分の喋りたいこと喋るっていうのでやってるから、ちょっと荒れたらファンクラブにするとかちょっと考え直します、また。その、来週とか再来週か。で、まあ、行けそうだったら、まあ、そのまま YouTube で行こうかなって、今んとこ思ってる感じです。今週も楽しんでいただけましたでしょうか？シンガーソングライター、発売、え？あ、今日、あれ？明日発売か！を楽しみにしててくださいね、ということで、あと、ビバラロックですかね、今週は楽しみにしててください。今週もありがとうございました。またねー。